2011年2月25日、とあるスレに書き込みがありました。3年くらい前かな？確か半袖着てたし夏だったと思う。当時俺は、大学出て社会人になったばかりで、結構精神的に参ってた時に、高校時代の友人 A から電話があった。友人 A 曰く、俺も大学出てから精神的に参ってたけど、〇〇っていう自己啓発系のセミナーで、すっごい気が楽になったよ。とのこと。まあうさんくさいが、A は高校時代から宗教にハマるタイプじゃなかったし、最悪社会勉強になればいいか、程度の気持ちで A と待ち合わせて、セミナーに行く約束をした。駅から A の車で1時間くらい走ってそのセミナーに行ったんだが、一見工事現場とかによくありそうなプレハブ小屋が山の中に立ってて、A と俺が車から降りると、スーツを着た人たちが迎えてくれた。なんでも、そのスーツの人たちもセミナーの受講者らしいんだが、休日を返上してセミナーでボランティアをやっているそうだ。俺はもう、セミナーのうさんくささと気持ち悪さで逃げ出したかったが、A の車で来てる以上走って逃げ出すわけにもいかず、しぶしぶ A の後について建物の中に入っていった。そのセミナーは、紹介した人間が参加料金を払うというシステムらしく、A が受付で俺の分の料金を払っているのをぼーっと眺めていると、先ほどのスーツ男が、新規の方はこちらです。と俺をパーテーションの中に案内した。パーテーションの中には、椅子型のマッサージ機をもっとごつくしたみたいな感じの、リクライニングチェアまで案内された。なんでも、その椅子に付属されたスピーカーで左脳を刺激して、脳を活性化させるらしい。正直、もうなんとでもなれと思い椅子に座ると、スーツ男が俺の隣にあったスピーカーと加湿器のスイッチを入れて、呼吸を楽にしてください。時間が来たら起こします。と言ってパーテーションから出て行った。なんでこんなことになっちゃったんだろうなぁと思いつつ、天井を眺めてると、2、3分くらい経つとやたら鼻がムズムズしてきて、あくびが止まらなくなった。最初は眠いのかな？くらいに思ってたんだけど、尋常じゃないくらいあくびが止まらない。不安になって起き上がろうとすると、数人のスーツ男が飛んできて俺を押さえつけた。椅子のスピーカーからはプツプツという連続音が鳴ってて、頭がグワングワンしてやばいやばいと思ったが、あくび止まらないし、もう顎が外れそうなくらいあくびが出て痛かった。口が閉まらない。口の両側の皮がプチプチと切れる音がする。息ができなかった。まるで誰かに、口を思いっきり拡張されてるみたいな感覚でパニックになって、そこからどうなったのかはよく覚えてないけど、おそらく気を失ったんだと思う。気がつくと、まだセミナーの建物の中にいたけど誰もいない。さっきまであった、加湿器とか受付とかパーテーションとかもなくなってて、プレハブの中は俺の座ってたごつい椅子しかなかった。空が赤くて、朝日なのか夕日なのかわからなかったけど、正直頭の中真っ白で、わけわかんなくなってたけどとりあえず、犯された、みたいな虚しさと悲しさで、だんだんイライラしてきて、絶対訴えてやると思った。どういう精神状態でそうなったかわかんないんだけど、証拠として何か持って帰ろうと思って周りを探してたら、さっきまで座ってた椅子にまだ CD が残ってた。CD を片手に山の中をうろうろして、どう帰ったのかは覚えてない。もう一度行こうとしても難しいかもしれないし、もう二度と行きたくない。それからしばらく普通に生活してたんだが、どうも文字の物忘れやら勘違いがひどくなった。いや、勘違いというよりは以前いた世界と違う場所に来た感覚っていうの。一番ひどかったのはカタカナの、つ、が以前いた世界だと点が3つだった。俺の名前に、つ、がつくからずっと勘違いしてたとは思えないし気持ち悪い。A に電話したら、ケーキ屋さんが出た。これ書いてたら気持ち悪くなってきた。最近あくびするのが怖い。終わり。ひとまず一致の話が終わりました。スレミンたちから様々な質問が飛びます。これ創作？実体験だよ、ちょっと足引きしてるところはあるけど。事実ならやばくね？なんかお前からおかしい雰囲気とオーラを感じる。そうか、例えばどんな？確かに3年前から、なんか影が薄いとかどこ見てるかわかんないとか、よく言われるようになった。文脈でおかしいところがあれば、ぜひ教えてほしいね。その後A とは会ってないの？会ってぶん殴ってやろうと思ったんだけど、
電話繋がんないし、家知らないから会ってないなぁ。つうか会いたくない。お前やばいよ。釣りだと思うけど、違うなら心療内科かなんかに行った方がいい。図の点々が3つだったことなんて断じてない。やばいよなぁ、だよな。精神科医は1回行ったけどな。図として、点の数同じだし分かりにくいから、3つの方が良くない？まあ俺が間違ってんだけどさ。なんか文章は普通なんだが心がない雰囲気だ。なんて言えばいいのかな。ま、どうでもいいんだけどね、みたいなこと思ってそう。そのケーキ屋ってのも引っかかる。ケーキ屋？そんなドライじゃないぜ。むしろ当時は変わったことに、いちいち動転してパニックになってた。A の連絡先は調べられないのか？友人とか名簿とかあるだろう？あとその CD は今もあるのか？他に何か61地震に変わったことは？質問ばっかで申し訳ないけど気になるんだよ。A は調べや知人つながりでわかるかも、でも正直怖いんだよな。ぶっちゃけ今は、結構普通の生活を送れてるし、ことを荒立てたくないんだよな。CD は探せばあるかも、ちょっと待ってて。A と連絡取ろうぜ。何かわかるかもしれんし。うん、今ミクソで当たってる。つか、今時、固定電話の連絡先しか知らなかったわけ？不自然じゃね？普通大学時代の友人なら、アドレスと定番くらい知ってるだろ。ケーキ屋ってか、チェーン店のパマルテルの電話番号になってた。普通090で始まってなかったら、すぐわかりそうなもんだけどな。まあ不自然と言われればそうなんだが、俺の話のどこが自然なんだと逆に聞きたいわ。CD あった。うぷ。つべアカウント取るのめんどくせえから、ニコニコでもいいか？オッケー。できたら外見もうぷしてくれ。外見、つっても普通の白い CDR だぞ。見れるかな？赤尾です。こちらの URL は見れなくなっていますが、別でググれば出てはきます。私も聞きましたが、なんとも言えない不快な音でした。この後に実際聞いたスレミンたちの声も載せておくので、見た上で聞くか判断してください。85聞けた人いる？どんな感じか詳しく教えて。なんか時計の音をしたうちみたいにした感じ。たまにリズムが狂ってまた元に戻る。聞いてるとなんか不安になってきた。1分33秒あたりに音が大きくなるね。俺は舌打ちのように聞こえる。なんか不快な気持ちになる。後ろの方で、なんかボソボソ話してる感じがさらに怖くなってくる。これって科学的に説明できそうだな。音っていう刺激でだんだんリズムずらして、感情とか不安定にさせる手法なんだろう。映像とかでも似たような現象を起こせるんじゃね。DJ やってる俺としては、もうたまらんくらい嫌だ、発狂するレベル。とりあえず、俺は精神的に来るね。ものすごく不安になる。そんなにか。音楽何もやってない俺は、後半乗りまくってドラマーのように布団叩き出してたんだが。気持ち悪いやあ、不安になるー。なんか大音量でお楽しみしたらええなりすげー。バキンバキン音なるー。検証するためにこれ四六時中聞いてみるわ。141と150は、少し行っちゃってるようです。今 A と連絡取ろうと思ってふと思い出したんだが、卒業アルバム見ればいいじゃんって気づいて見てみたんだけど、A の名前なんだけど、あの時会った A とは違うような感じ？なんか意図的に勘違いさせられてるみたいな、大掛かりなドッキリに組み込まれたみたいな感じ。俺のこと病気っていう人がいるけどさ、そりゃ病気かもしれないけど。あの図の点が3つだった世界の存在が、最初っから存在しないって考えると、すげえ悲しくなるのな。もしも、元の世界にいきなり帰っちゃった時のこと考えると、何にも手がつかない。だって俺にとってここは、仮の世界なんだから。当分はここで生きていくしかないんじゃないかな。でもなんだかすごく悲しくなった。昔マトリックスを見て自殺した人がいっぱいいるらしい。現実感覚の希薄。もうギブ。あくびするのが怖い。その後イッチが戻ってくることはありませんでした。